はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ひいさんさんご53やっていきましょう。もうね、パートも92ぐらいまで来てますね。僕よだね、とりあえず僕よかな、僕だね。で、彼らは来ないと。ああ、テトリキツさんは回復したと。で、兵糧もたんまりあると。火火を落とす。で、私が西北に、僕の西北に向かってこっちに注意を引きつけてる間にどんどん落としていきましょうか。そういうシナリオでいかがでしょうかね。さーてと、陳竜ね、陳竜誰か対処人間できるかな。皆さん、中田ちゃんはちょっとこの軍事中心なんだね。神さん、神さんはダメだね。僧侶さん、ちょっと僧侶さん連れて行きましょうか。報告を預かっております。ただこれ、あと勝敗ね。いや、もう本当に人不足が甚だしくて困ったもんですね。ああ、神さんだ。最悪神さんを渡すしかない。ああ、超欲さん、超欲さん一般なんだね。ああ、どうしよう、解除か。仕方がないわね。報告を預かっております。で、かといってじゃあね、人連れてけんのと、色命令できんのと。できないよね、これね、この数じゃ。あ、でもここ5人いるのか。あ、でもこれは、あ、でもこっからだね。今涼花さんの顔が見えたんですけど、涼花さんこっから来てるのかな。あ、違うね。あー、ガコボさんか。この人武力、あ、そうだ、土曜さんだ、忘れてた。土曜さん連れてこないといけない。中性悪いけど、土曜さんとこの人、あ、まあこの人ちょっと防衛出てるけどね。とりあえずこれで連れていきましょう。はい、陳竜エミドね。でね、実は本拠地をね、陳竜にしたいんですけど、まだ陳竜ちょっとやばいね。あ、陳竜じゃないか、ごめんなさい、巨匠ね。私巨匠大好きだから。あ、まずい、まずいぞ、まずいぞ。個別解散しましょう。おや、あ、ちゃんと戻ったんだね。あ、よかった、戻ったんだね、これね。この兄さんね、戻ってんだよね。陳竜付近農業。あ、よかったよかった。ここね、陳竜で守ってもらわないといけないから。じゃあね、私が、あなたどこいんの。ああ、長安か。まあ敵さんを縛るのにはいいんだよね。母、いやいやいや、誰今母言ったの。あ、この人だね。いや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 、あなたは長安、あなた長安ね。いや、ちょっと思ったのは、ここもったいないんでね、ここ誰かいるのかな、出陣できる。一人しかいないけど、その一人も大事といえば大事なのか。そうだね、とにかく人が少ないんで。あと議員さんがまあいてくれるんで、なんとかなるのかなと。ってとこでしょうね。制圧に動いてくれてますんで、そうね、そうね、うん、とりあえず私は牧場を迎えましょう。進め。はい、関東。おお、ちょっと待って、どっち来るの。あ、来ない、来ないね、彼ら消えたね。じゃあ牧場行はね、ちょっとあれなんで、
りあえず防空用としましょう。はい、ルールを検証しますよ。これで優しさやわらかいでしょーと。で、ああ、今週自ら来てるね。あ、でもこっちには僕にまでは来ない。あ、しまった。運転持ってくの忘れた。大丈夫かな。はい、ブリオにて文化が高まると、ブリオにおいて農業祭の増加ね。あ、環境、なんだろうこれ。まあ、環境圏さんの子、多分子供だね。うわー、長江さんもダメだったか。あ、縁から脱走しちゃいました。報告します。あらら、もう人事ができないのが非常につらい。何故に年一の特権を与えますと。年一の特権ね。いや、まあ何するわけでもなく人事がしたいんですけど、人事ができる人がいないっていうのがね、これまたすぐ割り当てられちゃうんだよね。え、女子隊は義援の追撃を振り切り、お、あ、義援さんとか攻めたんだね。着手する。さあ、じゃあ行きましょうね。もう策がある。もうたった行っちゃいましょう。これ石英八人が役立ちそうなところはここか。こんなところで使っても仕方がないな。で、今回石英八人はなしで、で、敵兵集落だね。で、回復させる必要もないんで、あと公敵かな。公敵ここら辺に入れておきましょうかね。あとは何だろう。桜人入れときましょうか。で、あとうちには祈祷人が欲しいと。うん、これでいきましょう。先に行く人たち、そうね、とりあえず行くぞ。あ、この人全然回復しないんだね、竜兵さんね。全然回復しないんですけど、さあどうしようかな。どうあろう、我々3部隊こっち行きましょうか。行くぞ。間に合うかなこの人。涼花さんね、ちょっと微妙だけど、そうね、じゃあ行きましょう。とりあえずね、あー、鉄道技術さんがいないのがちょっと加速できないのがね、なんだねという感じですけど、あ、そうだ、もう涼花さん、あなた、あー、持ってない。いや、運転行っちゃおうかなと思ったんだけどね。みんなの者、行くぞ。行動流さんだね。運転持ってる人いないのか。神さんは、あ、セーランか。あ、馬体さん運転か。馬体さん、あ、じゃあここ終わったら馬体さん運転張りに行こうか。行くぞ、敵をぶっ潰す。大瀬さんもう最近大瀬さん結構ね、もうなんていうの、お得意さんだからね。あ、出てきてんね。おっと売り干されましたよ。じゃあね、こっち向かいますか。かしこまりました。で、その途中で多分よいしょ、チミたちね、チミたちはもうちょっとこっち行きましょう。入った、今こそ好機かかれ。え、そっち向かっちゃうの。バタイさん、じゃあちょっとお任せくださいしょうか。あ、向けていってね。で、無難だから、あー、そっか、使っちゃおうか、希望家ね。せいぜい甘くない、おもれ。入った。で、馬体さんが運転を張りに行きましょう。運転をね、こちらにね。かしこまりました。
行くぞ。この人来たか、この人来ちゃったか。あ、行動類さんに出てきてんね。え、何、小表記じゃないんだよね。あ、虚形だね。よかったよかった。で、向かってきてんだよね。怒っとくか。もう許さねえからな。そうだね、我が力、今こそ示す時。皆の者、今こそ力を示すのです。さあ、どういきましょうか。そうだね。で、こっち行っちゃおうか。かしこまりました。うん、彼ほっときましょう。で、まだ組み立て中だね。はい、出来上がったので、はい、かしこまりました。全軍一丸となって突入せよ。逃げた、逃げたか。我が力、今こそ示す時。何してる、何してる、あの人。かしこまりました。戻ってもらって、ちょっと待ちましょう。あ、待たなくて、あなた行っちゃうんだね。まあいいか、あのこの人たち来るまで時間があるから。いや、時間がなかった。この人はね、行くかな、これ。中太ちゃん一発入れましょうか。おや、もうやめ、せいぜいは。稲の者、さあ、行くぞ。まあ、とりあえず彼攻めましょう。進め。いて、はい、つけましょうね。我が策、披露しよう。大変だこれ、本当に。全軍、今こそ奮起せよ。本当に人事ができないとつらいね。ギンペリさん、ちょっとどこか行っちゃったけど。ここまでか。さあ、そのままなだれ込みますよ。進め。我が力、その身で死ね。中太ちゃんはまだ無理ね。さてさて、中太ちゃんに行くよりは怒っても、あんた怒れる場所にないね。さっき怒れる場所にないね。あ、全然いないわ。本陣に、あ、いたいた。怒れる場所来たね。おや、怒っちゃう。もう許さねえからな。で、裏回りましょうかね。お任せあれ。あとは中太ちゃんかな。あ、みんな本陣向かっちゃってんだね。ちょっと兵が欲しいから、こっちに行っちゃいますか。我が力、その身で精。中太ちゃんそこまでしなくても、はい、かしこまりました。ああ、どうも、中太ちゃんが落ち込まないわ。張り付いちゃってるね。いや、でも中太ちゃんの人欲しいよね。一切承知。違うよ、中太ちゃんこっちで。一切承知。全軍、敵を蹴散らすのだ。わしに続け。お、分岐座と竜兵座が一致。あ、これ負けそうだね。ちょっとや、いや、もうこれは飛ばしましょう。お、勝った。あららららら、これはいいですね。あー、馬長さん、序盤から逃げちゃいますよね。さーてと、どうしましょうか。うちの神さん、後ろから攻めましょうか。お任せください。あー、めちゃくちゃ攻められてるね。三千人目。そうだね。はいはい。誰だ？うちの、うちのこの人ね。分かったぜ。か。あ、無理だね。隙間が通れません。はい、落とします。はい。で、中太ちゃんで希望系ね。せいぜい甘くない。
そっち、ああ悪かないんだけども、でも遅いからいいよね、こっちで。お任せあれ。悪くないんだけどね。あなたたちはね、ちょっともうこっち行っちゃおう。かしこまりました。まだちょっとね、まだね、3人も怪我しちゃってんで。進め。ああ、僕らは刀が簡単に落としたね。これはいいことですね。さあ、小兵器だね。チッ、やられたか。神殿に比べたら本当楽に落とせました。いや、ちょっと人事できないのつらいなぁ。でも、はい、分岐なね、分岐さんは、まだ行かせません。あ、来てるね。でも今回はもうこれ大丈夫な方だね。で、今度は報告します。芝居さんよりと構わん。あ、そう、ロンユーさんも連れてきた方がいいのかな。いや、でも今なるべくそういうのやめた方がいいよ。うわぁ、動けない。誰も動けません。あ、もう戻った。じゃあ一品兵糧を取りに行きましょう。かしこまった。まだ回復しきれないね。で、次私がここ。あ、さっきここだね。でもその前に寄ってくる人をやっつけないといけないんで、こんな感じ。とりあえずこんな感じ。あ、引き返したね。引き返したので、これでもほっとくと僕をすぐやられそうだね。何人か残す。分離していった方がいいかもわかんないね。そうだね。じゃあね、ちょっとこの辺で終わって、ちょっと一応分離だけでしょ。次やった時私忘れそうだからね、分離しときましょう。これ間違えて個別解散すると偉いことになっちゃうけど。もちろん神さんだね。神さん置いてっていいですね。馬体さん置いていきましょうか。竜兵さんが微妙なんだよね、これね。馬体さん置いていきましょう。かしこまりました。で、我々でここに行きましょう。というところで終わっておきましょうか。あと恒例の勢力図ね。ああ、でもだいぶ取ってきたね。お、兵力逆転した。ああ、逆転しましたよ。159まで126万か。ちょっと孫健さんから増えてきてるんですね、ちょっとね。ああ、いい感じになりました。じゃあね、お次は忘れないうちに、まあ、お金大丈夫だと思うんだけど裁判官だね。はい、じゃあこの辺で終わっておきましょう。ひーたねさん、ごちそうさん、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。